全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。この動画では、全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは、東京都にお住まいの桑原さんという30代の男性です。病名はうつ病で、認定日請求を行いました。その結果、2級が認められ、年金額は約145万円、次回更新時までに受け取れる総額は約300万円となりました。続いて具体的な事例を紹介します。職場の人間とのトラブルをきっかけに、不眠、動悸、足の震えといった症状が現れるようになった桑原さん。病院を受診したところ、うつ病と診断されました。症状も悪化し、意欲減退、集中力低下、起死燃料、自傷行為、家の中で規制を上げるといったものも出てきました。家からも出られなくなり、会社も辞めて1年以上仕事ができない状態が続いています。桑原さんの日常生活状況は次の通りです。食事は自分では作れず、家族が用意しても食べながら寝てしまう。入浴は週に3回程度で、家族に促されて入浴する。部屋の掃除や片付けは行えない。買い物には何とか行けるが、レジに人が並んでいると避けてしまう。時折薬を飲み忘れたり、自己判断で服薬量を変えてしまう。知らない人と話をすると、緊張から体が震えてしまう。急に話しかけられると、挙動不審になってしまう。話をするとすぐに疲れてしまい、翌日はぐったりしている。社会的手続きも一人では行えない。私たち全国障害年金パートナーズがサポートした結果、無事に2級の障害年金が認められました。最後に、桑原さんの声を紹介します。金銭面で大きな悩みを抱えていました。就業能力がなく、自分で収入を得られないため、先が不安で仕方ない日々を過ごしていました。スマホゲームのアプリに出ていた広告がきっかけで、全国障害年金パートナーズを知りました。ちょうど社労士を探していた時期だったのですが、候補がいくつかあったので、すぐには依頼しませんでした。ホームページを見て、うつ病に特化し、実績と自信を感じたため依頼を決めました。具体的な数字が記載されていたことも大きかったです。最終的な決め手は、打ち合わせでお会いした時の宮里様の人柄です。2級認定という最高の結果になり、感謝しています。自分だけでは絶対に無理でした。手続き中もメールでの連絡が早く、とても安心できました。実は最初に広告を見た時、社名がユニークだったので少し怪しいところかと思っていました。ホームページを見つけ内容を見ていくと、どこよりも情報が多く、他の社労士事務所を上回る魅力がありました。今後ともよろしくお願いします。桑原さん、ありがとうございました。この動画を見て、自分も障害年金を受けたいと思った方は、ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。